ことは、大神門を開けるという俺の目的を果たせば、元の姿に戻るというお前の望みも叶う目が生まれるわけだ。どうだ、お前にとっても悪くない話だろ。どのみちしもべに選択肢などないのだから、せいぜい俺のために働くんだな。ギルヘナ原野の東には魔王ワスバルがいるゼクレス魔導国、西に向かえば魔王バレリアのバルディスタ要塞だ。二国のうちどちらからでも構わない。お前に好きな方を選ばせてやる。さあ、魔界巡りの旅に出かけようじゃないか。ここはバルディスタ要塞。お前に瀕死の傷を負わせたというあの魔王バレリアが統治している国だ。すでにバレリアの強さはその体で味わったと思うが、あいつは戦場での指揮や判断力にも長けていてな。どんな不利な戦も勝ち戦にしてしまう。その圧倒的な強さから敵軍の兵士たちからは死を運ぶ氷の魔女と恐れられているのさ。一筋縄ではいかないだろうが、何とかして階段を取り付けるぞ。それじゃあ早速城へ向かおう。おい、お前らバレリア様のご帰還だぞ。どうやら噂通り教育が行き届いているようだな。よし、こいつは絶好のチャンスだ。ちょっと話しかけてみようぜ。覚悟しろ、バルディスタの魔女め。バレリア様、サムール王国を覚えているか。いや、知らんな。私は貴様の率いる軍に一夜で滅ぼされたジャムール王国の王子ダルジャムールだ。祖国の名誉にかけて貴様を殺す。うつけめ、比嘉の力量差すら押し量れぬから貴様の国は滅んだのだ。とても気軽に話しかけられる雰囲気じゃなくなっちまったな。あいつらはどうやら城へ向かったようだ。俺たちも向かうぞ。
なんだ貴様らは。この先の王城へは立ち入り禁止だ。私はファラザード国の魔王の使者だ。魔王バレリア陛下への謁見を望んでいる。ここを通してくれないだろうか。ほう、他国の使者か。ならん。先ほど通達があっただろう。魔王様への襲撃があったばかりだから、許可なき者はいかなる者も通すなと。一国の王の使者であってもか。それはいささか無礼であろう。この国ではどのような身分の者であっても一切例外は認めない。諦めて帰るがよい。たく、融通の利かない国だ。これは先が思いやられる。門番の兵士は入城の許可のない者は通せないと言っていたよな。つまり許可を取れば入れるってことか。よし、バルディスタの城下町で入城の許可を取るための情報を探ってみるぞ。そんな、話が違うじゃないですか。いや、うちももちろん売りたいんですよ。だけど材料の抹消石が取れる採石場が盗賊団に占拠されていて。先ほどその話は聞きました。どうしてもっと早く報告してくれなかったんですか。石の納品が遅れてたんで、うちも傭兵たちを向かわせたんですよ。でもそいつらが全員戻ってこなくて確認が遅れたんでさ。傭兵たちは帰り討ちにあったということか。アストルティアへの再進行を急がねばならないこの時期に、いまいましい。このままではバレリア様を失望させてしまうではないか。こうなったら私が直接ブラニック採石場に。いやいや、あの盗賊団めっぽう強いんですぜ。腕の立つ傭兵どもが全員やられちまったんですから。何か困っているようだな。よかったら手を貸そうか。あなたは何用ですか。そんなところに一人で行くのは危険だろう。魔王の側近であるあんたにもしものことがあったら大事だ。自慢じゃないが、俺たちは腕が立つ。きっとあんたの力になれると思うぞ。私がバレリア様の側近と知った上で声をかけてきたということは、何か目論見があるのでしょう。あなた方の力を借りたとして、一体私にどんな見返りを求めるつもりなんですか。話が早くて助かるな。そう警戒しなくていい。俺は砂の都ファラザードの使者で、バルディスタの魔王との謁見を望んでいる。だが先の魔王への襲撃事件で城は厳戒態勢。俺たちのような一元客は問答無用で追い返されてしまう状況だ。そこで魔王の側近であるあんたから城へ入る許可をもらえるなら、これほど心強いことはない。やはり裏がありましたか。しかし確かにあなた方はそこいらの傭兵より腕が立ちそうだ。いいでしょう。ブラニック採石場にいる盗賊を倒すため力を貸してください。その代わり、盗賊を倒した後はあなた方がバルディスタ城に入れるよう私の方で手配しましょう。これで取引成立だな。早速盗賊とやらを倒しにブラニック採石場に向かおうぜ。もし仮に盗賊を倒せたとしても、
我が国の魔王バレリア様の御前では決して無礼のないようにしてくださいよ。それは無論宣告ご承知だ。氷の魔女様を怒らせるのはファラザード王の意にも反するしな。おお、ファラザードの王にさえ恐れられているとは、さすが我が主バレリア様。砂の都の使者たちよ、共に盗賊どもを倒しましょう。バルディスタと魔王バレリア様のために。それでは私は先に南東にあるブラニック採石場に向かうので、そこで合流しましょう。盗賊が占拠しているっていうのはこの奥なのか。気をつけろ、狙われているぞ。あのクソったらの傭兵どもの次は随分可愛い子ちゃんたちが来たじゃねえか。おいおい、ジャン、あいつは女魔王の側近だぜ。小汚くない方の。お前たちがこの採石場を占拠している盗賊どもだな。本来バルディスタへの反逆行為は極刑が科せられるが、罪を認め投降すれば今回だけは罪を減じてやる。さあおとなしく降伏しろ。くっ、あの女魔王が飼ってる犬にしちゃ随分甘ったれだな。極刑だってんならお前ら全員ここでやっちまうだけさ。しかしあの女魔王もお堅いふりしてこんな可愛い子ちゃんはべらしてんだから、まったくいいご身分だよな。ああ見えて結構俗物なんだな。どうやってあの女魔王に取り入ったのか俺たちにも教えてくれよ、子犬ちゃん。私を愚弄するのは別に構わない。だが我が主バレリア様を愚弄するなら貴様ら全員生かしてはおかんぞ。生かして返さないのはこっちのセリフだ。行け、キラーホイール、こいつら全員ぶっ殺しちまえ。盗賊どもは私が何とかします。あなたたちはそのマシンの相手をお願いします。すみませんでした、すみませんでした。これからは俺たち全身全霊で死ぬまでバルディスタのために働きます。だから命だけはお助けを。あの方を侮辱したことは万死に値する。偉大なるバレリア様に不敬を働いたことを心から悔い改めます。ですからどうかお許しを。魔王バレリア様万歳、バルディスタに栄光あれ。まったく調子のいい奴らめ。だが
こやつらほどの力があれば一兵卒としては役に立ちそうだな。仕方ない。今後は心を入れ替えてバルディスタのために尽くすというのなら、私から魔王様に。その必要はない。バレリア様。盗賊どもがこの採石場を占拠していると聞いてやってきたが、どうやらこの者たちのようだな。はっ。ですがその件はすでに解決しており、この者たちはこれからは心を入れ替え最下級の一兵卒として。こいつらに抵抗の意思なんてもうなかっただろう。殺すことはなかったんじゃないか。この盗賊どもは以前城へ向かう荷馬車を襲い、私の部下を殺した。貴様らのおかげで思っていたより楽に片付いた。礼を言うぞ。私は先に城へ戻る。ヤイル、魔将団は3日以内に手配しろ。それ以上は待たん。はい、バレリア様。とにかく頼み事は片付けたんだから、約束は果たしてもらおう。バルディスタへ戻るぞ。お二人ともご助力感謝します。あなたたちのおかげで魔晶石の確保はなんとか間に合いそうです。約束通りバルディスタ城に入れるよう手配しておきましょう。バレリア様にも謁見の話をお伝えしておきます。よろしく頼む。あんたも苦労が多そうだが負けるなよ。いえ、私は昔敵兵に殺されかけたところをバレリア様に救っていただいた身。今はその恩返しができてとても幸せです。そうか。それでは私は工房長に盗賊を倒したことを伝えに行きます。城でまたお会いしましょう。お前たちはブラニック採石場に救う盗賊どもを倒してくれた功労者だったな。その説は大義であった。私に用があるそうだな。よかろう、何なりと申してみよ。はっ。謁見をお許しいただき感謝します。私は砂の都ファラザードの魔王に仕える使者ユシュカと申します。我が主ファラザードの魔王からバレリア様にこちらの書簡をお届けするよう仰せつかってまいりました。砂の都ファラザードか。バルディスタとは相入れぬ国だが、そこの魔王が一体何を。そういうことか。いかがでございましょう。我が主はバレリア様にぜひ大神門までお越しいただきたいと。断る。
現在我が国が最も優先すべきことはアストルティアへの再侵攻だ。魔王同士で慣れ合っている暇はない。大魔王になれば今よりさらに強大な力を得ることも可能でしょう。あなた様にとっても悪い話ではないはず。よほどその騒ぎに私を巻き込みたいようだが、高所から見下す魔戦教とやらも気に入らんし、そやつから与えられる力にも興味がない。要件はそれだけか？ならば越権はこれまでだ。下がるわよ。本当にそれでよろしいのですか？あなたの知らないところで新しい大魔王が生まれてしまっても。くどい！越権はこれまでと言ったはずだ。どこの馬の骨が大魔王になろうとも、我がバルディスタの前に立ちはだかるのならば、この大矛のサビにしてくれるわ。バレリア様、どちらへ？すぐに戻る。私が留守の間、城のことはベルトロと貴様に任せるぞ。行くぞ。振られちまったね。そう睨むなよ。男前が台無しだぜ。バルディア山岳地帯にある月明かりの谷、そこに行けば何かつかめるかもしんないぜ。貴様、なんでそんなことを俺たちに。今のはただの独り言さ。あんたらは城で誰かの独り言を聞いた、それだけだ。いいな？ああ、あなた方、こんなところへ何をしにいらしたの？ちょっと聞きたいことがあってな。あんたここの責任者か？ここは一体何の施設なんだ？あら、そうでしたの。ここは月明かりの家。私と子供たちだけが暮らす小さな孤児院です。なん？あれは魔王バレリアじゃないか。どうしてここに？あら、どうしても何も、この月明かりの家はバレリア様がお作りになったのですよ。あのバレリアが孤児院だって？まさか子供たちを丸々と育てて食っちまうつもりじゃないだろうな。まあ、あなた、そんなことをバレリア様に聞かれたら真っ二つにされてしまいますよ。あなたたちお若そうだけど、千年ほど前に魔界とアストルティアの間で大きな戦乱があったのは
ご存知よね。あら、そう。若い人たちはもう知らないのね。千年ほど前、ネロドスという大魔王のもと、配下の大軍がアストルティアに攻め込み、激しい戦乱が始まったの。その後、ネロドスの死とともに、アストルティアでの戦いは終わったわ。でも、アストルティアとの戦が終わった後も、支配者なき魔界では混乱が続き、敵味方もなく殺し合うような内乱に発展していった。当時、まだ幼かったバレリア様は、目の前でご家族を殺された上、ご自身も戦士として命がけで戦わされたのよ。ああ、ほう、あの魔王、思った以上に長生きしてるんだな。その後、マデサゴーラという覇者が誕生し、内乱は収まったけど、その大魔王も死んだ今、再び戦乱の時代が訪れようとしています。バレリア様がご自身にも周りの者にも大変お厳しいのは、あの時の惨苦をもう二度と民に味わわせないため。私はあの方ほど我欲を捨てて民のために身を粉にしている魔王を他に存じ上げません。なぜ貴様たちがここにいる？どうすればあなたが大魔王になることに興味をお持ちになるかと悩んだ末にここにたどり着いたのです。よろしければいかがです？こちらでファラザードさんの紅茶を飲みながら互いについて語り合うというのは。ん？運が良かったな。この場所でなければ貴様を叩き切っていたところだ。私の弱みを握ろうとしても時間の無駄だぞ。策を弄するならもっと別のことに頭を使うべきだな。あ、あのお兄ちゃん、魔王様に振られちゃったみたいね。かっこいいのにかわいそうね。そうね。でも、ああいうプライドが高くてめんどくさそうな男の人って魔王様のタイプじゃないのかもしれないわね。まさか、俺のことじゃないよな。お？あ、お兄ちゃん元気出して。あなた結構かっこいいし、この先いいことあるわよ。励ましてくれてありがとうよ。君たちももっと大人になれば俺の魅力を理解できるようになるさ。ところでお嬢さん、俺はあの魔王様と仲良くなりたいんだが、全く心を開いてもらえなかった。どうしたら
魔王様は俺に心を開いてくれるだろうが、知恵を貸してくれないか。まあ、あなた意外と根性あるのね。いいわ、教えてあげる。女の子はね、女の子はみんなお菓子が大好きなの。焼きたてのフルーツパイを作れば魔王様もニコニコになるわ。ローゼったら何言ってるの。魔王様はお菓子よりも綺麗な宝石が好きに決まってるわ。お前ら2人とも自分が欲しいもの言ってるだけじゃねえか。魔王様がそんなもん欲しがるもんか。魔王様ならきっと伝説の武器を欲しがるはずだぜ。破壊の剣とか皆殺しの剣とか。やれやれ、こりゃ面倒だが、魔王様の好みを一人一人に聞いて回るしかないか。よし、何を送ればバレリアが喜ぶのか、子供たちに話を聞いてみようぜ。あいつらどうしたんだ。うんうん、ちゃんとお花取ってきたみたいね。それちょっと借りるわよ。お兄ちゃんたちと仲良くしてあげてください。見えっ張りだけど優しいお兄ちゃんです。魔王様へ。このお兄ちゃんはタイプじゃないかもしれないけど、いい人だから優しくしてあげて。なるほど。お前たちみんなでこれを書いてくれたのか。内容は引っかかるが、ありがとうな。今度来るときに高級なお菓子なんか持ってこなくてもいいのよ。よし、あとはお花と手紙にこうしてリボンをくるくるっと巻いて、はい、出来上がり。魔王様と仲良くなるための仲良しセットよ。綺麗にできてるでしょ。リズティは大きくなったらお花屋さんになるのよ。ああ、よくできてるな。これならあのおっかない魔王も気に入ってくれそうだ。さてと、この花と手紙で氷の魔女様の気持ちも溶けてくれるといいんだがな。まあ、やれるだけやってみよう。早速こいつを持ってバルディスタ城へ行ってみようぜ。また貴様らか。何しに来た。魔王バレリア様、いかがです。先日の件、その後お心変わりはございませんでしょうか。貴様もくどいな。何度来たとて私の心は変わらんぞ。私も女性にしつこくするのは本意ではないのですがね、我が主はそれほど
あなた様を見込んでおられるのです。冗談はそれが通じる相手に言え。これ以上食い下がるというのなら、我がバルディスタへの宣戦布告とみなすぞ。それは困ります。ところで、前回はこちらもぶしつけでした。本日はこのような手土産を持参したので、ぜひ受け取っていただきたい。なるほど。貴様らがあの子たちにここまで気に入られてるとはな。お気に召していただけたようで何よりです。だがバルディスタをなめるな、うん、私はこんなもので懐柔されたりはせん、うん、謁見中のところ申し訳ございません。失礼いたします。何事か。謁見中に無礼であるぞ。はあ、ですが火急の件でして、急ぎご報告をばと。よい、申せ。はあ、実はバルディア山岳地帯にある月明かりの谷の方面で魔性が大量に発生しているようなのです。月明かりの谷だと。わかった。お前は急いで魔性対策部隊を向かわせる。私は先に行く。馬を引け。はっ。おい、聞いたな。月明かりの谷といえば孤児院のある方角だ。俺たちも急いで向かうぞ。間に合ってくれ。魔性の霧がこんなに。魔王様、ここは危険ですので下がってください。くそ、飛び込みやがった。こんな濃密な魔性の中でまだ生きてると思ってんのか。バレリアに何かあってみろ。そしたらまず俺が矢面に立たされるじゃねえか。冗談じゃねえ。出世すりゃ美味しい思いができると思ってここまで踏ん張ってきたってのによ。の。魔王様、ご無事ですか。私はいい。早くこの子の手当てを。バレリア様、おケガはございませんか。ヤイルか。この付近で魔性が噴出したのでしょうか。こんなになるなんて。バレリア様、気を落とされませぬよう。ああ、まだ生きている子がいたんですね。よかった。早く手当てをしましょう。まずはこの回復薬を飲ませて。ヤイル、待て。その回復薬、まずは私が飲む。いえ、バレリア様よりその子の方が重症ですから。あいつがバレリア様を後回しにするなんて珍しいな。いいからよこせ。
いけません！ヤイル、これはどういうことだ？これは薬の中身がいつの間にかすり替えられていたとしか。そうだ、あいつらです。この時期に我が国を訪れたよそ者が犯人と考えるのが自然ではありませんか。こやつらとは少し前にここで会った。それゆえ私とこの孤児院の関係を知っていてもおかしくない。そこにいるベルトロには以前院長が腰を痛めた時この孤児院の世話を頼んだことがある。それ以外私は孤児院のことを話していない。そこでだヤイル、貴様はなぜこの孤児院が私に関係あると思ったのだ？バレリア様、私の忠誠を疑うのですか？貴様の忠誠心を疑ったことはない。だがそれで貴様が過ちを犯さぬというわけではあるまい。魔晶石を使い事故に見せかけ皆を殺したのだな、ヤイル。魔王バレリア、こいつは俺たちが相手をする。だからあんたは子供の手当てを早く。私の邪魔をするな。私が皆殺しにしてやる。我がバルティスタに、バレリア様に栄光あれ。おい、子供は大丈夫か？ヤイル、なぜこんなことをした？バレリア様がおかしくなってしまわれる前に私が何とかせねばと。何を言っている？あの日私は見てしまったのです。魔王様がここを訪れているのを。あの孤児たちと話している時のバレリア様はまるで戦を忘れてしまったかのようなふぬけた目をされていた。霊言で強く美しい死を運ぶ氷の魔女と恐れられた魔王様を奴らは堕落させようとしたんだ。バレリア様は孤高で非情で氷のように冷たく
強くあらねばならんのだ。貴様、そんなくだらん理由で、あの頃を。くだらないものか。奴らが生きていれば、魔王様の弱点としていずれ思わぬ災いを招き寄せるだろう。だから、そうなる前にバルディスタにあだらすゴミどもを魔性で掃除してやったんですよ。あ、そうか。その理由に嘘はないのだろう。だが、災いを招いたのは貴様だ。ヤイルが生まれたのは国境付近の小さな集落でな。他国からの侵略を受けて滅ぼされてしまったが、その時部隊を率いて駆けつけた私が敵軍に殺されかけていた幼いヤイルを助けたのだ。その石は子供たちの。墓標だ。ここはかつて私と共に戦った仲間たちの墓場だ。院長にどこまで聞いたかは知らんが、千年ほど前激しい戦乱があってな。その頃まだ幼かった私はろくでもない傭兵どもに拾われて、他の子供たちと一緒に捨て駒みたいに戦わされたのさ。バニト、ディセル、ルチオ、タチアナ、スーゴ。生まれた国は違ったが、皆大事な仲間だった。仲間たちとは、戦が終わったらみんなで安心して暮らせる家を作ろうと、よく語り合っていたよ。だが生き残ったのは、私一人だった。彼らはただ仲間たちと静かに暮らすことだけを願っていたのに。ファラザードの使者とやら、子供たちの花と手紙はまだ持っているか？ああ。私が魔界統一を果たし、この乱世を終わらせよう。貴様の主とやらに伝えておけ。魔戦教にあって、闇の根源の力、我が物にしてやると。私は準備ができ次第、大神門へ向かう。そこで再び会おう。ファラザードの者たちよ。
いろいろとありがとうよ。大きな声じゃ言えないが、俺は現状でアストルティアに侵攻するのは反対だったんだ。今のバルディスタじゃアストルティアとの戦は長引き、泥沼化しちまうだろうよ。そうなったら千年前の戦の二の舞だ。俺は魔王バレリアが大魔王になって魔界統一を果たした上でアストルティアに攻め込むべきだと考えていたのさ。てなわけでこれからは晴れて敵同士だ。もう協力することもないだろうよ。手伝ってくれて感謝するぜ。この国でやるべきことは終わった。お前もよくやってくれたな。これは褒美だ。受け取れ。もうバルディスタに用はないな。次はいよいよ俺の仕える国、ファラザードの王に会わせてやる。ファラザードはバルディスタ要塞を出てゲルヘナ原野を横断して南に行ったジャリムバハ砂漠に築かれた新興国だ。行くぞ。